最後は調布市 LINE 公式アカウント開設のお知らせです。幅広い世代にわたり多くの市民などへ市政情報を届けるため LINE を活用し新たな情報発信を始めます。新型コロナウイルス感染症に関する情報や防災・災害情報、ゴミの出し方の自動応答などの機能を搭載した調布市 LINE 公式アカウントを開設しました。ご覧の二次元コードを読み取り友達登録して市からの情報発信を受け取れるようにしておきましょう。さて、そろそろお時間です。テレビ広報調布はご覧の時間に J:COM チャンネルで毎日放送しています。次回は6月20日から内容が更新されます。それではまた次回もご覧ください。